皆さんこんばんは。2017年8月の28日、20時です。よろしくお願いします。練習します。お疲れ様です。よいよ、はい、わずつ今日はチックタックの練習します。よろしくお願いします。気合い入れていきましょう。初めての技なんでね、うまくいくかどうか分かりませんが、頑張っていきたいと思います。今日もいい汗かきましょう。はい、ワード2。大体今日の練習1時間半から2時間、まあいつも通りやっていこうと思うんで、今日はね、基本中の基本の技、チックタック。ツイッターにもあの動画上げたんだけど、いい先生が見つかったので、その動画を参考にしながら練習していこうと思います。基本技だから面白くないかもしれないけど、これをマスターするともうほぼ俺のやりたいことはできそうな気がする。基本中の基本の技っすね。ちょっとバランス崩してこける可能性が結構あるので、今日は怪我しないようにしっかりやっていこうと思います。おっさんなんでね、もう怪我が怖いっすね。今日ね、普段あそこで放送やってんだけど、今日舞台の人がいるんで、音と映像大丈夫？ちょっとね、色が白飛びしてるのは真っ暗なんですよ。みんなが思ってるより真っ暗で、なるべく見やすいようにするためです、映像。その辺ご了承ください。映像が白飛びしてるのはわざとです。暗いところでも見えるようにしてるためです。よろしくです。こんな感じでいいかな、背景は。ちょっとぐらつくな。こんな感じでいいかな。OK。今日練習するあの技はチックタックなので、もし興味がある人はスケボーチックタックで検索してください。あ、これがやりたいのか、ワードは。簡単に言うと、その、漕がないで、地面を着地してる状態でボードに乗って、そのまま移動するっていう技法ですね。これができるようになると見た目熟練っす。じゃあサポーターつけたよ、肘。今日は100均のやつだけど。チックタック今日覚えられたらかなりいいかなって思ってます。今日覚えることができたら僕としては万々歳ですね。楽しみましょう。ちょっとやっぱ筋肉痛少しあるかな。思ってたより筋肉痛っぽい筋肉痛はないから。意外とギャップには、そう、うん、ありがとう。若々しくなった。そう、
買ったんじゃない、 UFO キャッチャーの景品。いいよね。これでもどっかで売ってたな、原宿だったっけな、これどっかで売ってたよ、多分あれだよ、ヤフオクとかでも売ってんじゃないの、アマゾンとかでも。カッコから入るタイプで正解で、でも大事じゃん、ファッションも楽しみたいしカッコも楽しみたいっしょ、普通だと思うけど。どうなんだろうね、チックタック今日初めてトライする、今日初トライっす、3日目っす練習、タイトルに書いてある通り今日が初トライっす。あ、捨て頃でね、だいぶ太くなったよ。捨て頃で、だいぶ太くなったね、うん。かなり鍛えたから。それでも小さくなっちゃったけど、ガタイはだいぶ変わったかな。捨て頃のおかげで。見えてる？どう？映像。あれ？コメント止まった？電波ねえのかな？見えてる？大丈夫？こんばんは。ういっす。ちょっとね、画面白飛びしてるけど、あの夜なんで設定なんで勘弁してください。
靴下履いてない。関西にいらっしゃい。これはね、 UFO キャッチャーの景品っす。見づらいか、これが限界かな。ちょっとヤックン風船ありがとう。あげあげありがとう。黒い服だからね俺が。いや、メンタルすごいっしょ。うん、メンタル全然全然恥ずかしくない。フロントは左右振る。一回ね、縦に上げる感覚がないから、この練習から始めようかなと思って、ノーズ上げるだけの。はい、ワードツー、まえちゃん。ノーズ上げるだけでいきます。やべえ、めっちゃ疲れるこれ。
テールは地面につけたままでやって、今は地面つけてるよ。うん、つかめないね、感覚が。これ反復だね。超疲れる。あ、やばい、足つる。右足超つる。いって。裏のハンガーにボルトがあるんだが、締めるといい。緩すぎるかもしれない。軽いのかな。テールを地面に擦るようにノーズを振れば、いや、ノーズを振るのは分かるんだけど、感覚的に重心が取れないから不安定だから。まず上げる、この上がる感覚掴もうと思って、上がってこれができるようになったら振るんだって、ステップ2で。まずノーズ上げる練習する。地面に擦りつけるようにノーズを振れば重心が後ろのまま。テールを地面に擦りつけるようにノーズを振る。え、これ上げてチクタクするやつじゃないの？マジで？プッシュゴムが緩いわ。これちなみにスケボーじゃなくてサーフ、なんだっけ、サーフスケートね、俺のは。でも先輩やってたよ。先輩やってたし、みんなやってたよ。それなりやりましょう。でもこれ覚えた方がいいんじゃないの？その上げる感覚とかって。キックからのグリグリが近いの。なんかでも乗っかってこうみんな始めてるの。多分チクタクからそのグリグリ行くんでしょ、多分。そう、みんな漕がないでプッシュしないで入ってってるよ、こうやって。だからチクタクは覚えた方がいいんじゃないの、どっちでしょ。違うのかな。はい、こんばんは、ロビー、こんばんは。
だから、竹卓ができればグリグリの感覚もつかむわけじゃん、どっちでしょ。だから、基礎練になんじゃないの。なんか、動画とか見たんだけど。うん。だから、その、竹卓が全部の動きだとは思ってなくて、オープニングの動きが竹卓ができるようになると、この動きができるようになるかなと思って。うん。フロント上げて停止できるようになれば、上達が早い。はい、ワード2。ねえ、みんなこれかっこいいって言ってくれる。でもこれ怖いね。内側の方がいいの。まあ練習するわ、ひたすら。まあ、やって損はないよね、絶対。覚えて損はないはず。体感良くなる。分かんなかった。そう、分かんなかった。それ。あ、ロハコさんと解放決まった。お願いします。
トラックが緩すぎんのかな。うん。和藤さん決まってますね。DVD にして販売しましょう。売れますよ。分かってるじゃん。リッスン1。
怪我すんのよ。うん、あ、チクタクツイッターに上げた一番何個か見たんだけど、ツイッターに上げたやつが俺は一番しっくりきたから、ツイッターに上がってるチクタクで今練習してる。まずノーズ上げる、で次に左右に振るっていう、それで行こうと思ってる。はい、帰り。まずノーズ上げから、体幹がないとできないらしい。
体幹ほんと弱い。体の軸がブレる。
寝た。で今の。プッシュして左右に動く。
止まってるとやりづらいね。なんかその体幹がすごい難しいっていうか、体幹がより強調される、バランス感覚が、うん、今はその上げる練習が終わって左右左右って静止してる状態でその振るっていう練習で、その後チクタクやる。今は右左右左って45度ずつ動かそうっていう練習します。ステップ2、
お疲れ様です。もう1時間もやってるわ。今日中には無理かもしんねえなこれ。あと1時間でマスターできない。ステップ2が、難しいね。ステップ2が。テールに乗りすぎかな。かかと、左回りはかかとを落としたまま右膝を伸ばす。かかとを落としたまま。あー、なるほど。あー、はいはい、つんのめる感じだ。つんのめる感じだ。キックする感じだ。あー、右足のかかとを踏み込んで少し体重後ろにかけてグッって感じだ。どっこいしょみたいな。あー、確かに踏み込みすぎるとずっこけるな、それ。なるへそ。なんだろうね、中国舞踊かね、あれ。なんだろう、創作ダンスかな。汗が今日やばい。ジメジメはそんな感じないんだけど、なんかその筋肉が突っ張る。今日筋肉痛になるかもしれない。足の裏とすねとももがギンギン、もう釣りそうになってる。ションションでいいの。なんか一応そんなに振らなくて90度までいらないっていう、そのチョン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 みたいな。肘当てはね、サポーターしかつけてない。買おうね、ヘルメットと。ゆうきさんはどつ。あ、もしよかったら1時間経ったんでアイテム支援してください。お気持ちで構いませんのでアイテムお願いします。お気持ちだけでいいので支えてください。風船でもバガでもハートでもお願いします。手の動き、それぐーって。ただ俺が運動神経ないのがあるからちょっと厳しい部分あるね。だからまずその体幹鍛えないとね、これ何日もやって。バカありがとう、ペさん、ありがとう。頑張るよ。頑張らねえよお前。お前が頑張れよ。俺頑張ってんだろ今。おどう見たって頑張ってんだろ。振りかお前、スルーするところだった。バーガーに気を取られたわ。お前が頑張れよ。俺頑張ってんだろ、どう見たって。しょうもない。暑い。ついアイテムに釣られて振りをスルーするところだったわ。自分の伏線だったわ。伏線回収しない男。暑い。踊りってかっこいいね。あ、でも覚えられない振り付けが覚えられない。学園祭かなんかかな。真面目すぎる。はい、亀尾さんはどつ。あっち元学園。元学園かな。なんでわかったの。かもしれないって。元学園っぽいよね。でも頑張ってね。あ、頑張ります。バカありがとう。なんか初見さんっぽい頑張ってねは突っ込みづらいっていう。バカありがとう。のんちゃん頑張って。俺関係ねえのかよお前。フレームアウトしてる。リスナーじゃねえかよ、うん、頑張らねえわ。お前らと一緒でコメント打ってんだよ。アップスクリーン、アップスーン分かんない。よいしょ。ああ、
せえ。ワドに乗られてる、頑張れ、ボード。ボードはあれだ、頑張ってるよ。ボード目線か、次に。
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。